ガンシップはアメリカ空軍がベトナム戦争中に南ベトナム解放民族戦線への対抗策の一環として不評など非走甲目標への襲撃を目的として輸送機の機体を流用して開発した極地制圧用攻撃機。対空砲火で反撃される恐れのない地上目標と相性が良く巨大なコイン機のように運用される。また、 軍事航空用語としては攻撃ヘリコプターを指すことも多い。ガンシップは一般的な攻撃機や戦闘爆撃機、コイン機の弱点を解消するために考案された攻撃機である。前述の機種が特定の目標に対して連続攻撃を行う場合は、緩やかに降下しながら前方射撃用の機関砲や胴体、主翼下のハードポイントに搭載したロケット弾や、 無誘導爆弾、ナパーモ弾を前方の目標に発射あるいは投下して、目標上空を通過後に上昇旋回して反復攻撃をかける形になる。しかし、目標の上空を通過してから反転し、再び並走の射程に入るまでの間は攻撃ができないので敵を足止めしきれずに散開させての前進もしくは逃亡を許してしまう可能性が大きい。これに対して、ガンシップは、 攻撃目標を中心とした低空左旋回を行いながら胴体内部から左側面に突き出す形で装備した M1347.62mm ミニガンや M6120mm バルカンなどの重火器の連続射撃によって目標を攻撃するため機銃弾もしくは機関砲弾の豪雨を目標に対して簡単なく浴びせ続けることが可能となる。さらに 元の機体が輸送機なので弾薬も大量に搭載できる。対空機関砲やミサイル対策として主要部分に装甲を施すとともにチャフフレアディスペンサーや ECM 装置などの事故防御装置を装備する。しかし、機動性の低いガンシップの生存性向上には限界がある。決まった空域の低空を低速で、かつ一定時間以上にわたって同じ左旋回をし、 制圧射撃を行い続けつつ居座り続けることを心情とするガンシップは戦闘機や近代的な防空網に対しては本質的に無力であり絶対的な航空優勢を確保しなければ機体の安全が望めない。また機体そのものが高価なこともあり大規模にガンシップを運用するのはそのようなコストを負ってでも不評人員の生産率を要求されるアメリカ軍のみである。 他に運用したのは、麻薬密輸組織との戦いに用いた南米諸国、程度であったが、近年では、ヨルダンやイタリアなどにおいて、タイテルニング用のために少数機を導入する動きが見られる。近年では、装備を、下方からエイジム -65 マーベリックやエイジム -114 ヘルファイアなど空対地ミサイルに切り替えた、ガンシップがアフガニスタンなどで、 実験的に投入されている。これらは、ガンシップ同様、制空権が確保されていることが前提となっており、攻撃機では、不可能な量のミサイルを搭載した、対地攻撃機の一種である。ベトナム戦争当時の CH-47、チヌークボーイングバートル CH-47、チヌークをベースとした、ヘリコプターガンシップ。百六十五年六月。 4機の CH-47 が改造され、ベトナム戦争に実戦投入された。アメリカ陸軍第1機兵士団に配備され、同士団の隊員に、ガンズ a ゴ号、ガンズ A5 号というニックネームで親しまれ、著しい活躍を見せた。ベトナムでの運用実績は良かったが、以下の理由で追加発注はされなかった。AC-47、DAC-47、DAC に搭載された、数 -11A7.62mm ガンポッド数 -11A に代わり搭載された、マクシナス -470A ミニガンモジュールシステムダグラス C-47 スカイトレインに武装を施した機体。ガンシップとしては最初の機体である。この機体の運用実績は、ガンシッププロジェクト2やガンシッププロジェクト3に反映された。 配備当初は FC-47 という F ナンバーが付けられていたが、ドッグファイトを前提とした伝統的な戦闘機パイロットから大きく非難され、それ以降 AC-47 に改められた経緯がある。当初改造された2機は本来は航空機に外装式に搭載する数 -11、A ガンポット3機を所定の改造の上で機内に搭載したが、 続けて、追加改造された4機は、数マイナス11が、必要数調達できず、アン、M に7 6 2ト、mm、ル航空機銃を調達し、これを連装重火3機及び4連装重火に、仮装して、暫定的に装備した。しかし、使用された弾薬が劣化していたことや、そもそもアン、M に自体が古いものであったため、作動不良の発生頻度が高く、実射すると、アン、 M20 機で、ようやくガウ -2A1 機の最大投射弾量と、同程度しか発射されないために火力が、大幅に低下し、さらに、発砲炎が逆流指摘内に充満することから、追加の数 -11 が到着し、次第これに乾燥されている。AC-47 の搭載武装は、最終的には、ガウ -2A を直接機体に装備する、マクシ幕臭 -470。 A ミニガンモジュールシステムに換装された。アメリカ空軍では AC-119 及び AC-130 に順次更新され、残存の AC-47 は南ベトナム空軍やラオス王国空軍、シアヌーク国王及びロンノル時代のカンボジア空軍、大王国空軍、さらには中南米のコロンビア空軍やエルサルバドル空軍に供与され、運用された。 また、インドネシアでは、民間から徴収した DC-3 を、ローデシアでは、ローデシア空軍の C-47 を現地で、ガンシップに改造した機体が運用されていた。南ベトナムの機体は北ベトナム軍に接収され、クメール共和国の機体は、クメールルージュに接収された。後のカンボジアベトナム戦争でも投入されたとも、言われる。2018年現在、 多くの国では退役しているものの、コロンビア空軍では、幾度の近代化改修を経て現役にある。AC-119AC-119K の武装及び射撃管制装備の配置図ガンシップ、プロジェクト3に基づいて、フェアチャイルド C-119 フライングボックスカーに武装を施したガンシップ。固定武装は AC-47 と、 同じく数 -11A7.62mm ミニガンポットを搭載したが、装備数は AC-47 の3機から4機に増加している。改良型の AC-119K ではこれに加えて M6120mm バルカン砲2機を搭載し、数 -11 は運用開始後順次、幕収 -470。 A ミニガンモジュールシステムに換装されている。アメリカ空軍と南ベトナム空軍で運用された AC-130H スペクターガンシッププロジェクト2に基づいてロッキード C-130 ハーキュリーズに武装を施したガンシップ。同期は唯一現役のガンシップでありアメリカ空軍特殊作戦コマンドのみで運用されている。ベトナム戦争以外でも グレナダ侵攻やパナマ侵攻、湾岸戦争、ボスニアヘルゼゴビナ紛争、ソマリア内戦、コソボ紛争、アフガン紛争、イラク戦争にも投入されている。AC-123K1969 年に、ブラックスポット計画に基づいて C-123 プロバイダーに武装を施したもので、NC-123K とも言われる。 貨物室に固定武装を搭載した、いわゆるガンシップではなく、レーダーと赤外線暗視装置、抵抗量、テレビカメラを装備し、貨物室仮面から爆弾を投下できる装置を搭載したもので、当時実用化が図られていたクラスター爆弾の実験機とも言われ、ホーチミンルートの爆撃に参加したとされるが、詳細は明らかではない。ごく少数が一時的に改造され、 すべて C-123 に復帰している。アメリカ海軍航空隊が既存の P-2 ネプチューンをガンシップ仕様に改造したもの。対戦哨戒機としての各種装備を撤去、捜索レーダー及び速報監視レーダー、赤外線暗視装置を装備、固定武装は機微の 20mm 連装機関砲のみだが、後に、 胴体仮面の上ポンデイに 40mm 敵弾発射器 XM-149 が増備されている。固定武装のほか、翼下面に設けられたハードポイントに 225kg 爆弾や焼夷弾数 -11A1 アンペア 7.62mm ミニガンポッドを搭載できた。メコン川のデルタ地域におけるブラウンウォーターネイビーニングにおいて 河川省海底、法廷の護衛及び近接航空支援に従事した。しかし、機体が大型であることから、収益直後に一機が対空砲火によって撃墜されたため、後継を OV-10 ブロンコが継ぐ形で早期に退役となった。AU-23 液体搭乗口に搭載された XM197 機関砲ベトナム戦争末期、アメリカ軍は、 段階的に撤退し、南ベトナム軍などが主力を担っていく、ベトナム化計画が推進された。この一環として、南ベトナム空軍への供与機として、ミニガンシップといわれる、既存の軽油装機や、連絡機をベースにした小型のガンシップが計画された。実現したものは、ヘリオ AU-24 スタリオンと、ピラタスフェアチャイルド AU-23 ピースメーカーだった。 au-24 の原型は、連絡機や心理戦機として活動したヘリオ U-10D スーパークーリエである。au-23 は、ピラタス社の軽輸装機 PC-6 のフェアチャイルド社でのライセンス生産機であり、これとは別に、アメリカ陸軍が UV-20 として同機を採用している。いずれもエストール製に優れており、機体搭乗口に機銃を備え、 主翼に爆弾やロケット弾を搭載可能としたものである。実態はガンシップとコイン機の中間的存在だった。いずれも実機が製造されて試験が行われたものの火力が脆弱であり、対空砲や地対空ミサイルによる攻撃からも弱いことから同計画は中断。改造機は保管措置が取られて南ベトナム空軍に供与されることはなかった。しかし、後に au-24 は、ドンノル政権のカンボジアに au-23 は、太陽国に供与された。カンボジアの au-24 は、クメールルージュ以降の内戦で全滅したが au-23 は、手頃なコインとして、現在も対空軍や大陸軍で、現役であり続けており、大国内でも用されている、オープンキャンプや航空ショーにおいても、よく地上展示されている。 左旋回で攻撃するのは、ガンシップの母体として多用される、アメリカ製大型輸送機が、左ハンドル仕様で、操縦を担当する、機長席が左側にあり、目標を直接指認しやすいからである回の、正式記号は、戦闘機を意味する、ハット、コンボイ、ファンク、A イヒストリーオブザカンボジアンアーム i フォース1970から1975。 P223、英語版ウィキでは1993年まで現役であったと記されている。ありがとうございます。